What's up, guys? 今日の主役はこいつ、ゲパルト。これね、ちょっとシャレで買ってやってみたんだけど、どうもね、こいつが一番俺がよく言ってる人間 FPS の動きに近い動きができるんだよね。使ったことある人はわかると思うけど、なんかこう、ぬるぬる動くというかね。これね、ポイントはね、この腰の回転にあるんだけど、腰の回転が一番早いの。この、ゲパルドかな。ゲパルド?ジェパルド?わかんないけど。で、こう、素早くクイックに折り返せるから、出入りしながら撃つというのがね、非常にやりやすい。というわけで今日の主役はこいつなんだけど、とりあえずね、装備はね、やはりこの、長距離で威力が出ると言ったら、やっぱこのボルトしかないと。ただ、ボルト1個だと、いや、ボルト単体だとね、音がすげえつまんない。だから、真ん中にモロッと挟むと、なんか銃撃ってる感じがこうしてなんかいいんじゃないかっていうので、このセットアップでやってみようかなという。じゃあちょっと今からこいつのレベルを上げよう。はい、というわけで、レベル上げ完了。無事レベル12、マーク2になってね。モロッともついでにマーク2にしておいた。割引、効かない時にやったから、ちょっと割高で、ちょっと後悔してるけど、まあやってみようか、これね。で、そうだね、バトルモードは、ドミネーションだかな。ちょっと音声が入りやすいように、俺の声が聞こえやすいように、音量すごいちっちゃくやってるから、これどうなんだろうな。あんまでかくしちゃうとね、マイクがあればいいんだけど、マイク使うとね、今度は、動画の中のさ、銃声とか効果音が入んないんだよね。じゃあ行ってみようか。ゲパルッチャンで。これロングだよ。もういきなりロングでイモリ。ん?なんか始まってんのこれ。ふざけんな。いいね、このヌルヌル感。よいしょっと。あ、待って。とりあえずまずロングでイモリ。まずあいつだ。出入り、出入り。これ当たってるのが当たってないけどよくわかんねえな。これこっちだ。これ相手があれだな。頭出してないな。こっちか、こっちだ。ちょっとモロットが色を押さえてない。なんでこれ、ちょっと待って、当たってないんだけど。これあれか、相手アングラーか、これ。アングラーなの多分、なんか今、薄くなったもんね、色が。待って、全然減らないんだけど、これ。ひょっとしてこれ相手、頭だけ出してるパターンか、これ。くっそー。はい、じゃあマップアビスで、今度こそで。お金取る必要ないのか。なんかふわふわ浮いてる感じするんだよな、ゲパルド。ちょっと待って、意外と遅いな、これ。レベル1の時点で早すぎるだけか。ただね、ゲパルドを使ってみて思うのが、コーサックがいかに弱いかってことだね。これね、ゲパルドって結構ね、楽に勝ったりするんだよ、これ。当たんねえな。どうなってんの、これ。からにして、よし、わかる、この腰の回転が速いね、ゲパルド。すごい、すぐ折り返せる。出てこい、出てこい。あれ、なんだそれ。おお、隠れた。でも来てる。ん?味方にやられちゃったよ。音がちっちゃくてマジで何、全然わかんないな、これ。こいつは左に出てくるかな。出てこないね。イモってんな、敵は。イモっちゃってんな。すげえ速いやついるけど、何あれ、味方で。あいついけね。あー、これゲパルドあれだね。位置がさ、低いんだよ、自分のハードポイントの。
だから頭だけ出してる相手に当たんないんじゃないこれ。ボルトが、ボルト上にした方がいいかも。ただほらこんな感じよ、全然ほらわかるこの強さ。これね、いや当たってるはずなんだけどな意外と弾速遅いのこのボルトって。よし、こっちだな。左上になんかできるけど、これさ実は足元通るの知ってる、これ。これ通んないね。もうなんか人間 FPS っぽい。なんかみんな味方にキルパクされてる感がすごいね。まあしょうがないか、このゲバルドの火力のなさだと。でもこれぐらいでちょうどいいと思うんだよな、俺ロボットゲームって。そんな人間 FPS じゃないんだからさ、今のさ、その火力インフレって言われてるあれ、ほぼワンパンで死ぬじゃん。俺のね、個人的に思うのは、あのね、3人相手でも12秒持つ。というのが俺必須だと思うんだよ。ちょ、タイタンじゃねえか、あれ。逃げろ逃げろ、みんな逃げろ。3人に同時に撃たれても、あ、やべやべ。ほら、すぐかけられる。俺がね、ゲパルト。あれ、またキルパクされた。まあね、3人同時に撃たれても、12秒間は持ちこたえられる。これが、今、乗り物系 TPS、FPS の、勝った。絶対守らなきゃいけない法則だと思うんだよ。今の環境だと、それこそタイタンでもさ、なんか3秒ぐらいで殺されるじゃん。もうあれもうさ、人間 FPS と変わんないじゃん、コールオブデューティーとかさ、その辺とさ。これいいマップ来たぞ。ここなら高低差がないので、ボルトは絶対当たる。うお、すげえな、ほら、ちょっとな、た、これ味方にさ、邪魔されるのが一番腹立つよね、このゲーム。めっちゃ当てやすいゲーム、あるよ。動きはあれよ、Apex とか そっち系よ、これ。なんか変な、まぁ、逆に当たる。どこだ、ゲパルドにやられる気分。あっちだな。当てやす、めっちゃやりやすい。ん？なんか撃たれてるの。グリフィン死んだ。グリフィンさらばで。真ん中にいるか？どうした？いやいや、ちょっと待って。ど真ん中にいるじゃねえか、こいつ。なんだ？これリーチかやっとして。ちょ、待て待て。スコーピオンいたの？これ気づかないって音ちっちゃくしてたな、マジで。いいよ、もう武器で荒らしまって終わりにして。今の服着たけど、なんか途中参加になってんだよね。なんだっけ？どうしよう。あ、死んだ。これは見えない。この服向こうが暗いな。ダメだった。向こう側がちょうど日陰になってて、影でも見えない。同時に身を隠す場所がなんか難しいね。これ当たるわ。ほら当たってるよ。いいねいいね、このゲパルド。ゲパルドに殺される気分どうだもんね、この野郎。二人重なっちゃってんな、これ。とどめ刺し切れるほど軽くないな。まあこれでいいと思うけどね、俺は。さっきの話じゃないけど、12秒よ。つまり12秒ってことは、逆に言うと1対1だったら、まあ最低30秒ぐらいは持つわけだね。3人にやられて12秒持つってことは。それぐらいじゃないとさ、やっぱこう乗り物に乗ってる感ないと思うんだよね、俺。岩の影か、これ。最近なんか見づらいな、本当に。当たってる当たってる。とどめるまで絶対いかないね、これ。あいつ浮いてんのか。ああ、これ、リフレクターで帰ってきてんじゃん。当たんない。難しいな。確か最初の方の動画でさ、俺確かリーパークライシス使ってたじゃん。あの頃ってめっちゃはっきり見えてたんだよ。最近全然見えないんだよね。コロナ恐ろしいな、これ。
このゲファールドはこの腰の回転の速さわかる、これ。今、こう、わかる。右、空、普通、で、折り返す。ほら、速いのすごい。なんだいオフィオンか。オフィッちゃんか。いや、あれもタフニッちゃんだな。いや、死ね。当たんねえ、当たんねえ。なんでなんだろう、ちょ、待って、手前にタイタン、タイタンが来てる、タイタンだ。あー、これコサックよりも逃げるって意味では使いづらい。さて、勝負。なんだいリフル。いやー、使いやすいな、ゲパルド。で、入りがめっちゃやりやすいね。わかるかな、まさに人間 FPS の動き。相手も何にやられてるかわかんないやろ。何ジャンプしてんだろう。バカか。なんか回復使ってんの、なんか減らないな、HP が。このやりとりだよね。これがさ、人間 FPS だとこういうやりとりなんだけど、よし。ロボット FPS だともっと耐久値をさ、なんかこう、使ったやりとりになるわけ。で、俺普段よく人間 FPS がどの子なんて言ってるけど、これは別にね、決して、あ、くしゃみで。あ、今日すごいな、くしゃみ。これ別にね、ロボット FPS とか乗り物系 FPS、TPS 出身者をバカにしてるわけじゃなくて、戦い方が違うんだよ。何度も言ってるけど、人間 FPS ってワンパンで死ぬ世界だから、こうやっていかに隠れて、逃げたらあいつ。隠れて、撃つ、隠れて、撃つ。この繰り返しなんだよ。もう本当代表例がこのやりとり。お互いこの睨み合いの状態になって、こうやって隠れるやつ、ちょうど今向こういるでしょ、3人いるね。こういうやりとり、これが人間 FPS なの。対してその乗り物系 FPS、TPS っていうのは、それこそワールドオブタンクスとかそうだけどね、どんどんこの突撃していきながら、自分のその、なんていうの、アビリティっていうかさ、その例えば防御の、なんか、ね、そのモジュールだとか、そういうものをどんどん発動させていくのよ。おーっとっと、こんな人間 FPS 出身の俺にこのやり取り勝てると思ってるのかな。ナターシャ耐久力あるな。あ、なんかすごい潜り込まれた。潜り込んでんじゃねえわ。あー、ちょっとなんか、あー、やばいやばいやばい。左に敵いるな。片方だけ出して撃つ。うっ、おー、いやー、ギリギリの差で負けたわ。まあ、そんな感じでね、楽しんでもらえたかなと。じゃあ次回は雑談会かな。今日はこれまで。バイバイ。